これ言っちゃうと終わっちゃうんですけど、まあ、単にね、ルミックスが好きだと。パナソニックの壁。はい、こんにちは、カッパパでーす。今日2月16日はですね、ルミックスの S5 Mark II の発売日当日なんですが、はい、今さっきね、無事届きました。これはね、先月1月19日に予約しまして、その時点では発売日にちゃんと届くということだったんですが、なんかね、まあ、想定以上の受注があったようでね、本当に今日発売日に届くかどうか微妙なとこだったんですけど、昨日ヨドバシからね、まあメールがありましてね、まあ、今日届きますよということでちょっと一安心しております。でね、まあ今回ね、まあ S5 Mark II ということで、まあフルサイズ機なんですけど、もうセンサーがね、もう全然違うんですよ。まあ今までね、メインで使ってきたカメラって主にマイクロフォーサーズ機なんですが、まあ今ね、手元にある機材だけ紹介しますと、これが、ルミックスの GH5 ですね。これはまあ、縦取りグリップをつけた状態です。非常に重いです。まあ、それとですね、これが EM5 の Mark III。これ今ね、これはカブママが使ってます。あともう一つはね、この動画自体を撮影している、まあ、オリンパスのペンですね。EP7 かな。はい。まあ、他に使ってるカメラはね、まあ、こういう古い GoPro とか、まあ、これがヒーロー10ですね。こういったものを使ってます。まあ、このね、ルミックスと、まあ、オリンパス。まあ、二つあるわけなんですけど、この二つ共通してるのは、センサーがですね、マイクロフォーサーズってことなんですね。ですので、まあ、こういった優れたレンズをね、お互いに交換して使ったりということができるわけです。ですがね、今回買ったミラーレスカメラは、そのマイクロフォーサーズではなくて、フルサイズセンサーを搭載したカメラです。まあ、フルサイズのミラーレスというのは正直言うと初めてなんですね。ですのでね、マウントが違いますから、今持ってるマイクロフォーサーズのレンズは、この S5 には使えません。それでもね、このルミックス S5 Mark II を選んだ理由っていうのは、やっぱりね、フルサイズセンサーで撮影してみたいと。まあ、やっぱりそういうことですね。それが大きいですね。で、まあ、フルサイズってことで言えば、他にもね、ソニーの α7R4 かなとかね、キャノンの EOS R6 なんかが、まあ、あったんですけど、まあ、それでもね、ルミックスのフルサイズにした理由、これはね、まあ、すごく単純でね、もう、これ言っちゃうと終わっちゃうんですけど、まあ、単にね、ルミックスが好きだと。パナソニックのカメラが好きだと。まあ、それが一番ですね。まあ、他にもね、まあ、ちゃんとした理由がありますよ。細かいこと言えばね。でもね、好きっていう理由はね、まあ、買い物する場合ね、まあ、一番真っ当な理由だと思うんですよね。一瞬ね、キャノン EOS の R6、まあ、これに心揺れたんですけど、やっぱりね、ルミックスになっちゃいましたね。あとね、これは実際マジな理由で、ライカの L マウントのレンズが使えるということがやっぱり大きいですね。まあ、特にね、シグマのラインナップ、まあ、あれはね、非常に魅力的ですからね。はい。ではね、早速開封しようと思うんですが、今回はね、何せ届いたのがね、ほんとさっきなんですよ。ということでございまして、今回の動画は、まあ、こちらの開封がメインということで、ご視聴いただければと思います。はい。では、開封していきまーす。はい。ではでは。おぉ。入ってましたね。ルミックス S5 Mark II こちらです。こんな感じの箱に入ってるんですね。横長です。とりあえずね、まあこんな感じで入ってるんですけど、まあ、この二つはまあレンズでしょうね。この感じだと。はい。このキットレンズはね、こういう感じで、段ボールの箱に、ね、この黒いね、スポンジクッション。これを敷き詰めたやつの中に入ってました。これが、はい。フードですね。はい。じゃじゃーん。これがね、50mmF1.8 ですね。300g だと思ったら重さ。はい。で、こっちがですね、そうすると、ね、20/60ってことになりますね。はい。で、こちら同じく20/60のレンズのフードがついてます。
あとこちらがですね、まあ、バッテリーですね。これなんだっけ ?ELK22 ってやつかな。はい。これが専用バッテリーと、これがルミックスのストラップですね。はい。こちらがね、AC の充電器ですね。それと、はい。これが充電のコード。こちらのコードは、まあ、充電器側が USB の A で、で、カメラ側がですね、USB-C です。はい。じゃじゃーん。わー、なんかね、質感がいい。すごくいい。わーお。わーお。いいっすよ、これ。すごくいい。マグネシウムのボディだよね。この質感はね。ちょっと覗いてみますね。で、パカッと。わ、センサーでけえ。マイクロフォーサーズ見慣れちゃってるから。うわ、でかー。閉めちゃいましょう。はい。というわけでございまして、これがですね、ルミックス S5 Mark II です。かっこいいね、この赤いところね。すごくこのグリップがね、握りやすいですね。すごい握りやすい。はい、これね、GH5 ですけど、これちょっとまあ、バッテリー、まあ、縦取りグリップつけてますけど、これもね、握りやすいっちゃ握りやすいんだけど、いや、これの方がすごい握りやすいですね。いいっすね。まあ、人によってね、なんか小指が余るとかって言ってた人いたけど、僕はね、手ちっちゃいんですよ。めちゃくちゃちっちゃくて、実はカブママよりもちっちゃいんですよ。ですので、まあ、ここにね、人差し指かけた状態で握る場合、全然余んないですね、小指が。バッチリ。手のちっちゃい方の方が、なんか、いいかもしれない。改めまして紹介しますと、ルミックス S5 Mark II のレンズキットっていうのは、まあ、本体、ストラップ、あとは AC アダプターと電源コード。あとは専用バッテリーとダブルレンズキットですからレンズが2つ入ってまして、まずこちらのね、まあ、ちょっと大柄な方がこれが 20-60 ですね。それとこちらが 50-F1.8 はい、こういったものがついてます。あとこれが取説と、取説というかスターターの文章と、これが保証書ですね、まあ、こんなのがついてます。はい。で、今日はね、一応申し上げた通り、まあ、ほぼ開封で終わりです。はい。で、こちらのボディなんですけど、S5 Mark II ということで、まあ、Mark II ってことは、まあ、初代があると思うんですけど、まあ、初代の S5 から、こちら Mark II にどういうふうに進化したかというのは、僕そもそもね、初代の S5 を使ったこともないし、持ったこともないんで、わからないんで、まあ、どのように進化したかはわからないです。まあ、特に興味もないですね。それに加えてね、ソニーなどの、まあ、他社製のミラーレスと比較してどうかというのも、まあ、別に他社のミラーレスね、そんなに興味がないんで、まあ、比較してどうだっていうのは全くするつもりもありません。ただ単純に、この S5 の Mark II の、まあ、ここがいいなと、ね、これがいいなって思うところだけちょっと上げていきたいと思います。でね、とりあえずここの部分見ていただければわかるんですけど、こちらが GH5 で、こちらが S5 の Mark II ということですね。で、これ見ていただくとわかると思うんですけど、軍艦部がね、ほぼ一緒ですね。作りが、ほぼ。はい、こちらからね、連射、単射、あとはタイムラプスとかね、まあ、その辺を切り替えるダイヤルと、あとはモードダイヤルですね。で、ここは動画ボタンと、あと後ろダイヤル、前ダイヤル、あとはホワイトバランスとかね、イソ感度とか、まあ、この辺の3連ボタンですね。これ全く一緒です。ルミックスの S シリーズとか GH シリーズの上級機種に関しては、もうここの部分がほぼ共通なので、まあ、操作性がね、まあ、前のものとほとんど変わらずできるというのが、やっぱりこれはでかいですね。もう共通してますからね、ここはね。本当よくね、あるんですよ、メーカーごとにね、新しいのになっちゃうと、なんかこのダイヤルが消えちゃったとかね。この辺のボタンがね、後ろ行っちゃったとかってあるんですけど、これはそういうのがないんで非常にいいです。あと、こちらボディの中の話なんですけど、手ブレ補正がすごい進化してるようです。カメラボディ単体で5段分、あとレンズ内の手ブレ補正、
そういったレンズで連動すると 6.5 段分ということですね。あとね、もともとね、GH5 なんかにもデュアル IS2 っていうのがついてたんですけど、今度はね、アクティビア IS っていうのが加わったそうで、で、それも使っていきたいと。あとね、オートフォーカスが進化したということで、まあ、今回一番の売りがそれらしいんですけど、この同面位操作オートフォーカスってね、これソニーが使ってるようなやつを採用したということなんですが、まあそれはそれでね、優秀になったのは喜ばしいことなんですが、もともとね、僕ね、これも GH5 の時もそうなんですけど、オートフォーカスってそんな使わないんですよ。これ巨大なね、ゴムのリングがついてますけど、もともとね、僕ピントはね、これでやるんですよ。マニュアルでやるんで、まあ優秀なオートフォーカスが積んである分には別にそれはそれでいいことなんでしょうけど、僕はそんなにのオートフォーカス気にしないです。ただね、まあそんなに優秀になったんだったら今度からね、少し試してみようということでちょっと楽しみです。あとね、もちろんね、これはもうほぼ動画機として使うつもりなので、シネマ 4K の 60p の 422 の 10bit とかね、まあこれが無制限記録できるってこととか、まああとは 6K30p の 420 ですね、10bit。こういったものもこのボディでできるということなんで、あとラットですね、まあ、撮りたいシーンっていうかな、まあそういうのに合わせた複数のラットをね、このカメラ内に呼び込めるんで、その状態で撮影できるということなんで、まあ、実際後からラット当てると感じが変わっちゃうっていうのと、あとはやっぱ編集が楽ですよね。最初からラット当ててるんで。まあそういうようなことで、まあそういうこともできるっていうので、非常にその点はね、いいなと思いました。まあ当然これは山とかね、トレッキングとかで使いたいと思ってるんで、防塵防滴仕様は当たり前ですね。あとはマグネシウムボディと。あと当然ながらこのレンズもね、防塵防滴がついてないと意味がないので、まあそれもこれ二つともついてるということで、まあこの組み合わせでね、どんどん山に持っていけるってことを考えると、非常にいい買い物をしたなというふうに思います。あとね、ここ見ると、そうですね。SD スロットが2つくっついてます。この GH5 でも、まあ、SD スロットが2つ入ってます。ですので、バックアップ同時に取れるんですね。でね、この S5 も、やっぱりこう、ダブルスロットで、まあ、2つ同時録画っていうのもできますし、あとはまあ、リレー式っていうのも、まあ、できるんで、で、僕の場合はバックアップ取りながらやるんで、まあ、そういう点では非常に使いやすいと思います。あとね、こちらね。はい。HDMI のポートが、ね、これ、フルサイズの、でかいやつね。これ非常にやりやすい。この S5 の初代はね、これでかいやつじゃなかったらしいんですよね。で、僕は GH5 で、フルサイズの HDMI のケーブル使ってたんで、まあ、やっぱりこれじゃないと不便ですよね。まあ、そういったところが改善したそうなので、非常に良かったと思います。あとね、レンズ単体に関しては、まあ、レンズを語る場合ってね、作例なり用意したり、あとは実際撮ってみないと何とも言えないんですけど、標準のズームレンズ、こちらですね。20-60。はい、こちらのレンズに関しては、重さが 350g。で、防塵防滴仕様で、やっぱりね、嬉しいですね。マイナス10度の対低温性を有していると。雪山行くとね、マイナス10度どこじゃないんですけど、まあやっぱそれぐらいね、マイナス10度ぐらいの耐低温性能があるって非常にいいです。まあさっきも言いましたけど、ね、20mm、60mm ってその広角側の 20mm ってね、非常にこれ魅力的です。あとこちらですね、まあ、標準の単焦点レンズで 50mm の F1.8。いいですね、これも。しっとりし、回るね、これ。これはね、重さ 300g で、同じく防塵防滴のマイナス10度の耐低温性を持ってます。で、このね、F1.8 シリーズ。僕ね、マイクロフォーサーズ時代から、まあ、すごくこれ使ってみたいなと。ただ、マイクロフォーサーズでこれないので、もうフルサイズになったら絶対これ使おうと思ってたところ、これキットレンズになったんで、今回ね、まあ、この20-60もそうですけど、この 50mm の 1.8、もう速攻で使いたいと思います。はい。ということでね、今までね、マイクロフォーサーズのレンズだったんで、まあ、同じ F2.8 でも、まあ、単純にこう、ボケ感が、今度変わってくると思うんですよね。まあ、被写体までの距離とか、まあ、いろんな感じでね、ボケ感は変わりますけど、ただね、やっぱりちょっと同じようなシチュエーションで、今度、このレンズで撮ってみてね、まあ、どのような違いがあるか、まあ、ちょっとやってみたいなと思ってます。というわけでございまして、今回はですね、ルミックスの S5 Mark II
今日発売日なんですが、発売日当日のレビューでございました。ご視聴ありがとうございました。カパパでした。